チキラッ、どうも、エイト14です。はい、今回はサブチャンネル解説のお知らせをしたいと思います。今回は3つありまして、どんなチャンネルかっていうのと、目的っていうのと、メリット、登録するメリットという形ですね。こちらの3段階でやっていきたいと思います。まず、どんなチャンネルかっていうのは、サブチャンネルと英語チャンネルを兼ねたものを、やっていきたいなと思ってます。レジェンドリーグのアタックだったり、メインで取り扱わなかった動画などは、そちら、チャンネルの方にして BGM だけつけて、特にね、メインチャンネルの方ではレジェンドリーグのアタックって、基本的には BGM だけでやってたと思うんですが、あれを、こちらのチャンネルでやり続けてって感じですね。はい。未公開のアタックだったり、長めのアタックもどんどん載せていこうかなと思ってます。なので、メインチャンネル以外でのアタックっていうのもこちらで、被らず見ることができるかなと思います。インチ戦がね、本当は取れればよかったんですけど、アップデートで消えてしまって、まだね、公開してないものだと、日韓戦とかその辺がね、まだリプレア取ってあるんだけど、一瞬でアップデートが来たのですぐ消えちゃって、もうほぼほぼ、意味ないという形になってるので、そっちの長めのリプレイとかは、英語のこっちのイングリッシュチャンネルの方で公開していきたいと思います。また英語での、ね、解説っていうのは結構負担が大きいので、あくまでこのチャンネルは BGM だけつけて、たまに英語で解説だったり、英語の字幕を入れたり、そういう感じでやっていきたいと思います。はい。なので日本の方でもストレスなく見ることができるかなと思います。で、目的っていうのは自分自身の英語の上達っていうのももちろんありますし、もともと外人が自分のチャンネルが多くて、要望が多かったっていうのだったり、YouTube でのね、海外向けのデータが欲しかったり、そんな感じですね。日本と海外ってちょっとクラクラの事情も違いますし、受け方も違うし、YouTube も違うし、時間帯も違ったりするんで、ね、もう一つ作ってちょっと自分なりにいろいろ試行錯誤をやっていこうかなと思っているところです。サムネイルとかも結構日本と海外で傾向が違ったりするので、その辺もやっていきたいかな。いろいろ勉強ですね。はい。で、続いてこちらの、チャンネルを登録するメリットとしましては、メインチャンネルとは違う動画が見れるっていうところですね。特にレジェンドリーグ。レジェンドリーグは基本的に解説入れないものはもう今後メインでは取り扱いません。例えば学だったりクラスのアタックをたまに取り上げてっていうのは解説を入れるので、取り上げてはいくんですけど、自分のアタックもそうですね。解説を入れるときはメインで取り上げようとは思うんですが、基本的には解説取り上げない垂れ流し系の、前回取れましたよっていう前回集っていうのは基本的にはこっちのチャンネルでやっていきます。はぐれのアタックだったりっていうのもそっちでやるつもりはもちろんあるので、もっとね、はぐれのアタックだったり自分のアタックだったりを見たい方にはそちらのチャンネルの方がおすすめかもしれません。またね、メインと同じものを英語版というか英訳して出す場合は、サムネイルが同じになっているようにするので、サムネイルで見分けていただければ、このチャンネルはメインで上げた動画かどうかっていうのがわかるようになってると思うので、メインを見つつ、イングリッシュチャンネルの方を見てくださる方は、サムネイルで見分ければ、見たことある動画かどうかがわかるようになってますので、その辺で見分けてください。ちょっとね、飽きたり疲れたりしたらもうちょっと元の子もないので、あくまでメインチャンネルはこっちなので、自分のペースでね、進めようと思います。はい。すでにね、もう動画も上げているんですが、そちらの方もね、合わせて、新チャンネル作りましたというご報告でした。興味のある方はぜひ、チャンネル登録していただけると嬉しいです。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さよなら。